せで負傷したのでしょうか。担架で運ばれました。あれすごいな。現場付近の建物のガラスやパトカーには激しい銃撃戦を行わせる多くの弾痕が。死亡した12人は週刊誌シャルリエブドの編集長を含む著名な文史画家4人が含まれ、警察官2人と編集者らも犠牲となりました。シャルリエブド